デイビッド・ M ・アクセルロットは、イリノイ州シカゴに基盤を置いて活動する、米国の政治コンサルタント。2004年のイリノイ州上院議員選挙以来、バラック・オバマの首席政治アドバイザーとして知られ、2008年、アメリカ合衆国大統領選挙では、選挙対策主任として活動した。オバマ政権では、大統領上級顧問を務めた。オバマ政権を実質支配する人組の一員として、 ラーム・エマニュエル大統領首席補佐官、バレリー・ジャレット大統領上級顧問、ロバート・ギブズ大統領報道官と共に政権イメージ悪化の一員となっていると批判されることがあった。A. フィナンシャル・タイムズ紙は賢人のような風貌から袋ウ博士とのあだ名をつけている。4人組がホワイトハウスを選挙身内からも批判紛失。産経新聞。 オリジナルの2010年2月25日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/.web/.20100225171629/.http://sankei.jpmsn.com ワールドアメリカ10222 アムル1兆22億2184万 3004N1HTM2010 年2月23日閲覧。ありがとうございます。